これ2016年問題のですね高市当時の総務大臣、この答弁について、いろいろ当時から懸念の声はあったんですね、日弁連などから含めて、解釈変更の撤回などを求める声というのはあったんです、つまり、で昨日の私、会見、拝見しましたけれども、高市 大臣もです、ね、当時、やっぱり前日のこの委員会のレコを受けて、本当にこれで大丈夫かなというご懸念を持たれた、でもあの答弁になった、あの答弁で、じゃあ、誤解が生じなかったのかといったら、あのあと、今申し上げたような動きがあったし、当時、質問された、質問された方もですね、あこれで一つの番組で、えー、政治的公正に反するということが、そういう判断が可能なんですね、厳しく。 放送事業者に指導してくださいねというような趣旨の発言してるんです。多分。だから、多分、受け止めはそうだったんです。で、それが、まあ、何度も、これ、三月十七日、小西議員からも、本当にこの解釈は変わっていないのかということを外謀委員会で質問され、そして変わっていないという答弁をいただいているようでありますが、でも、この問題は、いろいろと官邸や政治家のその圧力によって、 まさに、放送法の肝である部分をねじ曲げようとした、このことに懸念があるし、この経緯もおかしいし、またですね、その補充的説明なんていうことが全然私は補充になっていないというふうに思っているんですが、それを無理やりですね、なぎ合わせたから、今のような懸念払拭できないというふうに思っているんです。それで、まあ、あの、ここにあのパネルをお示ししましたけれども、当時はですね、 一つの番組のみでは判断しないと言ってきたんです。でも、高市大臣は当時、一つの番組のみでも判断すると言っているんです。で、一定の相当の時間、そういう偏った報道があれば、処分に値すると大臣おっしゃってるんです。でも、過去の答弁は、一定の相当の期間なんです。時間と期間、これ、全然、全然違いますよ。一つの番組で40分やったから、 それが問題だということでは、ダメだというのが過去のやっぱり考え方だったんですね。だけれども一つの番組で相当時間やったらそれに値するという答弁をしてしまっているんですね。まあちょっとこのことを置いて、このことの事実確認をしている中で、高市大臣は、熱蔵だという言葉をおっしゃったんです。で、あの、いや、熱蔵、 捏造というのはま、まさに聞き捨てならないなというふうに思うんですけれども、これ、高市総務省の行政文書と、総務省が行政文書と認めた平成27年2月の13日のこれ、大臣レクですね。で、大臣はなかったと言ってるんですよね。で、ね造だけれども、これは作成者3名は捏造していないというふうに証言しているんです。 閣僚のかつての部下たちが作成した文書を捏造と批判するのは、私はです、ね、これ、信じられない、異常なことだというふうに思います、でもちろんこれを捏造と主張しているのは、これ、大臣だけなんですよ。で、作成者の3名が捏造などしていないと言っている以上、記録はあるんですよ。 記憶に基づいて発言してるんです、高市さんは、しかもその記憶は、レクがなかったと言ったけれども、レクはあった、つまり記憶は間違ってたんですよ、しかしながら、熱動ということは撤回しないんですが、こういう姿勢に対して総理、どういうふうに思われますか松本総務大臣。今、ご指摘がありました総務省の精査にかかることであるかと思いますので。 えー、できるだけ簡潔にご説明を申し上げたいと思いますが、今、田辺委員からご指摘がありましたのは、文書整理番号21番の2月13日の精査のことであろうかと思いますが、これについては、えー、作成者として記録されているものも、上司の会与を経て、このような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レコが行われたのではないかと認識をしている、また、あのその他も。総務大臣、できるだけ簡潔にお願い申し上げます。はい あのただ、大事な話だと思いますので、このような資料が残っているのであればと申したもの、他方ですべては読み上げるのを省略いたしますが、この時期にえこのようなレクがあったとは思わないというものもありますので、必ずしも認識が一致してないというふうに申し上げているというふうにご理解をいただきたいと思います。 岸田内閣総理大臣あのご指摘の文書の正確性については、従来から申し上げているように、総務省で、 その正確性についいててて精査を行っていると申し上げております、えー、だからこそ、今、総務大臣の方から答弁をさせていただき、その正確性の精査について説明をさせていただいた、こういったことであります。私に対してどう思うかというご質問でありましたので、私としては、今、この文書の正確性については、今申し上げた取り扱いになっていることから、総務省において、 その精査の中身について、説明させていただくべきものであると考えております田辺正丸さん。全く違うことを時間使って答弁しないでいただきたいと思います。捏造とおっしゃったんです。でも、で、レクはなかった、でもあったんです。で、お答えになっている作成者は、捏造はしていないという認識を示されているんです。しかも、高市大臣はですね、これ、同席した方々へ確認したら、絶対にそんなことはなかったと言っていると。 答弁したんですが、後から確認したら、総務省サイドは、絶対にとは言っていない。まあ言ったかどうかの確認できないわけですよ。記憶がないわけですよ。全く大臣の、高市さんの言っていること、違うじゃないですか。で、これね、十分に確認もせず、 曖昧な記憶に基づいて、まあ、結果としてそれ違ったわけですけれども、それをもって捏造と言い続けてるんですね、まああの、これはですね、引くに引けなくなってるんじゃないかと思うんですね、自分を守るためにですね、自分を守るために官僚侮辱して、まさにこれは日本の公文書制度、つまり行政そのものに対する、私は否定だというふうに思うんですね。 まさにこういうことを、この官僚の正義感で、この情報をこれで日本の放送法、報道の自由や国民の知る権利に守れるのかという、その危機感を持って、この文書が渡されたというふうに思うんですけれど、そういったことを全く受け止めず、そうしてこういう姿勢を続けているねつ造だと言い張る大臣に対して、罷免すべきだというふうに思いますけれど、総理大臣のご答弁をお願いします。岸田内閣総理大臣 あのえー、と行政文書の正確性、これはもちろん大事なことであります。だからこの指摘を受けて、ご指摘の行政文書の正確性について、総務省において精査を行ってきたと、えー、理解をしております。えー、だからこそ、総務大臣からお答えさせていただいたわけでありますが、その中にあって、まあ、高市大臣の この発言、まあつ造という言葉の使い方等々につきましては、大臣の方から丁寧に説明をさせていただきたいと思っています田辺雅代さん。ありがとうございました